新宿区ウエストサイド、その整然とした街の壁を隔てた向こう側に広がるは混沌たるイースト。その奥深く、悪人どもがあまた救う歌舞伎町の暗がりに謎に挑む6人の探偵アリ。皆さんこんにちは、ジョン・ワトソンと言います。新宿区ウエストサイドに住む平平ボンボンたる法医解剖医のはずが、ある日を境に身の回りで不思議なことが起き始めて、平穏だった生活はめちゃくちゃに。助けを求めて訪れたのは新宿区歌舞伎町の探偵長屋。そこで僕が出会ったのは癖の強い6人の探偵たち。潔癖でクールな鉄仮面と見せかけて、実は恋に奥手なチェリーガイ京極さん、見た目明らかに敵じゃないけど中身は気のいい後輩タイプ小林さん、ハードボイルドな笑顔の裏にギャンブル狂の素顔を隠しているミッシェルさん、可憐で優しいメアリさん、彼女の笑顔に僕はいつも癒されて、うわっ殴らないで。この人はルーシーさん、妹のメアリさんの過激派ボディーガード。最後は真打ち、落語マニアで超絶自己中、悪魔的な味覚の持ち主、変人要素の見本市みたいな人だけど推理力だけは抜群のシャーロックさん。僕は彼に依頼をしたいのに話も聞いてくれないんだ。そんなクセモノ揃いの探偵たちを束ねるのは、母のような父のようなオーナーハロゾン夫人。僕を気に入ってくれているみたいだけど、モリアーティはミステリアスな高校生、シャーロックさんの部屋に遊びに来るけど、どういう関係なんだろう。右を見ても左を見てもあっちもこっちも変人変態変チキリン変変変変な人ばっかりで、ここでの毎日はボンと正月がいっぺんに来たようなお祭り騒ぎ。いつになったら僕の依頼を聞いてくれるんだよ。ねえちょっとシャーロックさん。歌舞伎町シャーロック2019年放送開始。